はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ早速今日の漫才、はいはい、上智大学に響け笑いのシンフォニー見ていただきましょう。ダサいな、すごくすごくダサいのよ、タイトルが。何を出さないやん、俺らの漫才全部タイトルついてるよ。タイトルついてた？毎回タイトルついてますよ。前のネタは？前はアットホールでアットホームなキャラバンっていう。その前は？イブイブ大阪冬の陣っていう。その前は師走にお祭りしたってええじゃないか。ものすごいちゃんとついてんの、ね、うわごめんなさい。何これ全部ナオトインディラミのライブのタイトルでした。誰がわかんねんそれすいません、いや分からへんよ、それ一緒になっちゃった。面白そうなタイトルやねごめんなさい本当にね、今度見に行こう ね, ねいやね今日はねちょっとみんなにねあのねもういろんなとこで遊べる遊びを教えてあげよう思って。オリジナルの、はいはいはい、僕オリジナルの作るのがね得意なんですよ。あそうですか。今日はお子さんもおるからね、うん、そういう子にも分かることをせんとダメだから。やっぱこれ SDGs にも関連する。そうこれは SDGs の17項目のうちの一つね、うんうん、質の高い教育をみんなにっていうのに当てはまりますから。あそうなんや。そう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 、オリジナルゲームで、うん、じゃあちょっと やりましょう。じゃあ俺が考えてきたら教えてあげよう、うん、やる。まずはね、はいはい、あっち向いてホイみたいな感じでね、あっち向いてホイある、ね、こんなもんじゃないっていうのを考えましたから考えたん？考えたよ。あちょっとやりましょう。じゃんけんホイ。いやこんなもんじゃない、認めろよこんなもんじゃない。いや負け認めてないだけやんかそれは。じゃあ次みかん向いてホイ行こうか。みかん向いてホイ、はい、じゃんけんホイ。みかん向いてホイいらないですゲーム中にそんなの果物とか今いらないです。ジャケット決めてほい。ジャケット決めてほい、じゃんけんほい。ジャケット決めてほい。お母さんやってることお母さんや、何なんこれ。じゃあ次はねこれどうですか、だるまさんが許可した転んだじゃないですか。だるまさんが許可した、だるまさんが許可した動いていいですか。どうぞ。すいません、わかんないすぐ終わるから、許可したら。じゃんけんかくれんぼ、何やそれ。じゃんけんとかくれんぼの融合ですよ。それ発明やねそれは。そうこれいいでしょ、すごいね。やるやる、はいはい、じゃんけんほい、はい、もういいかい。もういいよ。よっしゃ、ずるいやんか後出しだものそれは。なんか腹立つしりとり、なんか腹立つしりとり、リンゴ、ゴリラとか言うてほしいのライオンで終わったらどう思う？うずら。ライオンで終わろうかな。なら。ライオン。腹立つなお前。いやこっちも楽しい思いがしたいんだからさ。分かった、じゃあこのゲームやろうか。何？これ本当にちゃんとしたゲームよ。何を？うん、あのね歌でゲームする。歌？恋してますか？どういうやつ？片方がね、うん、ドレミの歌を歌うんですよ。ドはドーナツのドやね。はい、でもう片方がね静かな子。静かな子反応ってやつやん。これ同時歌う。はあ。どうなるかしてます。どうなの。なんと釣られて同じ歌になってしまう。来たほら。こういうの待ってたんですよあなた。来たよ質の高い教育。来てる。来てるでしょ。何それ。二人同時に歌うと相手の歌に釣られちゃうんですよ。そうなんですよ。それ面白そう。これはもう誰もが楽しめるから。そういうのやりたかったの。これやりましょうか。やりたい。まあ俺釣られたことないんですけども。自信あるの。うん。あいいよ。やろうか。はいはい、お名前静かな子の歌。オッケー。僕ドレミの歌。Okay. 行くよ、 行くよ、はい、せーの、どんわかなつはどれわれもいきなり釣られてるやんどんわどんなつんのどんなんでそんな温度調になるの。どうや、そうそう、伸ばさないと。ごめんなさい、ね、せーの、どんわどんなつんの。もうちょっと頑張れお前どんなつんのってなったらあかんやろお前らみたいなこのゲームのせいだよ言うてて、ねえどこまでつられちゃんとやります、ちゃんとちゃんとやって帰る、帰ったら帰ったかちゃんとやって終わるから、いやちゃんとやって厳しくいくよ。拍手拍手で、ね、つられなかったら皆さん拍手してください、お願いします。せーの、どうはどうな森の影からレーワイブンのレーレモーレモーこれは。え？全然あかんよ。分かった。ほんなんこれは SDGs と一緒で、2030年までにこの目標は達成する。できるいやかましいわ。それではまた。ありがとうございます。